らく各国でも国によっては自国のあのユニフォームなんか作ってくれるともあると思います。それパビリオンごとでいろいろ特徴が出てくると思うんですけど、大阪パビリオンにおいてもあのこのパビリオンのユニフォームというのを作っていく。そして当然アテンダントもいるわけですから約120名と想定してますけれども、あのまだこれ確定じゃなくて おおむね約120名と想定してますが、あのその方々が大阪パビリオンで活躍をされますから、そのユニフォームを作るということになると思います。万博協会が出しているのはその会場にいるスタッフとか含めですね、全体のパビリオンのユニフォームになると思うんですけど、おそらくそれぞれパビリオンごとにいろんなデザインがこれからも大阪に限らず出てくるだろうと思います。まあ、我々はこれを公募するということです。関連で、デザインも含むということなんですが、協会 その発注のユニフォームですと、一定のなんていうかその万博のテーマに沿ったようなデザインというような要件があったと思うんですけども、この大阪パビリオンの制服についてのデザインについては、まあ、何かそのリボンなのか水なのかトリノスなのかあるいは脈々かわからないですけども、何かこうデザインに対しての一定のこう縛りといいますか条件みたいなのがあるんでしょうか。それともまあゼロベースでデザインしてくれて OK というものなんでしょうか。大阪パビリオンのテーマはリボーンですから、そのリボーン、そしていろんな大阪パビリオンの展示内容は少しずつですけど皆さんどんどんオープンにし始めています。大阪パビリオンってこんなになるんだなというのが見えてきてますから、そしてテーマもリボン生まれ変われる、人は生まれ変われるという新たな一歩を踏み出すというのがテーマで、そしてこのパビリオンの外観なんかもこれ巣をイメージしたものに発表もしてますので、こういったことも含めてデザインしてもらえたらと思います。そして最終的にはこのデザインについては第三者の専門家からなる審査委員会において最終的に決定するということになります。まあ、詳細については ここに書いてあるので、その公募要領を見た中で デザインというか、まあ、デザインも自由でいいと思うんですけど、そういったパビリオンになったらデザインもぜひお願いしたいなと、自由な袖で、この大阪パビリオンを象徴するような、とんがったデザインを僕らは見てみたいなと思います。これというのはその、まあ、仮にその開催期間中にですね、吉村知事が現地に行くような機会に着用されたりとか、そういう本人が着用されたりとかいうものなんでしょうか。アテンダーの皆さんが着用するものでどうなるか分かりませんけれども、その機会があれば着用してみたいと思います。またユニフォームデザインも公表しますので、ね、来年の春に、まあ、しっかり公表していきたいと思います。次の質問は朝日新聞さん。朝日新聞の吉川と申します。教育の完全無償化のことでお伺いします。先ほど維新府議団からですね、要望が提出されましたけれども、改めて受け止めをしてください。はい、まず維新府議団の皆さん、これは与党会派として正式に私学団体の皆さんと面談をされた上での要望だと思っていますので、これは重く受け止めています。まあ、その要望にもありましたけれども、教育の質が非常に大切で、教育の質を下げないように制度設計をしてもらいたいということと、今96校加入してますけれど、できるだけこの96校が全部が参加できるように、いい制度を8月に向けて作ってもらいたいというのが要望の趣旨でした。ですので、その趣旨が重要なものとして受け止めて、8月中に制案するわけですけれども、ね、その制案化に向けて、しっかりと作っていきたいと思います。現場でもお話をしましたけれども、その要望を受けて、やはり教育の質が大切です。教育の質を下げないようにする。そして、今の制度よりも私学の負担が増えることがないようにする。そういった制度案を作っていきたいと思います。教育の質が下がるじゃないかという批判も非常に多くこれまで、団体の皆さん、関係者の皆さん、メディアの皆さんからの指摘を受けています。じゃあ何で下がるのかというところに関して、これまで、現行の制度ですと年間9.5億円の私学の負担、これがさらに17億円に増えるじゃないか、
というところのご指摘があります。ですので、まあ、現行の制度、現行のものよりも、今やっている制度よりも負担が増えないようにする、私学の負担が増えないようにする、そして、教育の質が下がらないように配慮する、その上で所得制限をなくした、実行校授業の完全無償化、それを両立させる制度を作っていく、これを8月中にしっかり作り上げていきたい。その点について現状でちょっと方向性なんですけども、いわゆるこの教育無償化のその素案が出てますけども、その制度の中でその、まあ、負担が増えないようにするっていう考えなのか、それとも何か別 の, あのものと組み合わせたり別の予算を使ってうまくやるのか、その辺はどうでしょうか。基本的な制度の中でというふうには考えております。で最後でして、8月提案に向けて今大詰めの時期だと思いますけども、私学の団体との面談をこれまでするつもりだということをおっしゃってましたが、この辺、いわゆる、いつ頃想定しているとかというか、相手がある話ですけど、現状 の, お考え気がします。今の段階でこの日と決まっているのはありません。ありませんけれども、これはやっぱり私学の皆さん の, 方向性は僕は一緒だと思っています。より良い教育を目指していきたいというところ、そして、やっぱり制度の趣旨には賛成だという中で、ただ改善するとか、ぜひ改善をお願いしたいというところだと思います。だから、これ完全に絶対反対だというものではないというふうに思ってますから、ここは子どもたちのためにですね、教育を良くしていくために、競争の解決策は僕は導き出せると思っていますので、その品種は決まってませんけれども、いずれかのどこかの団体では、当然ですけれども、ご自身の私学団体の代表者の皆さんと会って、話をしたいと思います。ただもうすでに現場も含めて、随分話が進んできています。皆さんからも報道がありましたけど、担当の副知事も、すでに私学団体の幹部の皆さんと話をしていますので、府としては当然ずっと協議を続けて、いるわけですけれども。そういうような現状です。すみません、別件で一つだけ最後でして、万博で先月末ですね、石毛事務総長と面談する機会があったと思いますけれども、その際にそのいわゆる経済界国府市で分担する会場建設費1850億円についてというような話題は出ましたでしょうか。そこについては非常に厳しい状況になっているけれども、今なんとかその枠内に収めるという中で一生懸命取り組み進めているという話がありました。ありがとうございました。テレビ東京さん。すみません、テレビ東京の小川と申します。先ほど万博に関して今一番の課題がパビリオン、特に海外の A タイプの台北のパビリオンだということだったんですけれども、建設会社の話を伺うと、そもそも各国から見積もりなどの詳しい情報が来ていない中で受けられるかどうかを判断できない状況にあるということだったんですけれども、こうした各国の動きの遅れというのはどうして発生しているのかっていう、その要因について教えていただきたいのと、あとこういった状況の中で万博の延期、もしくは一部のパビリオンの延期、段階的にオープンしていくということを検討されているかどうかっていうのを教えてください。まず各国はそれぞれの予算と、そしてそれぞれ の, コンセプトの中で、話を進めてきているというところだと思います。そして実は56カ国あるんですが、非常にある意味かなり進んでいるところと、ほとんど情報すら出ていないところという、かなり温度差があるというのが実情だと思います。その中で、どうしてもその個別のこの国がどうだというわけにはなかなかいかないんですけれども、この温度差がある、そして実際に進んでいけるところはどんどん進んでいくべきだと思うし、逆に言うと、それがどうしても今のままでいくと、建設業界の皆さんの意見からもあるように、時期的に見るとかなり厳しいなっているところについて、この A タイプのままで押し切るというよりは、あるいは別の方策も考えるべきだというのが僕の考え方です。できるだけ多くの国がやっぱり参加するというのが、僕は万博博覧会だと思っています。
なのでどうしてもこれまで遅れてきた、それは当然ドバイ博覧会がそもそもコロナで遅れたってスタートが遅れたというのは当然あるんですけれども、やっぱり、それだけじゃなくてその国の考え方とか契約とか言語とか全く違う中での交渉 の詰め方、これはやっぱもっともっとスピード感を詰める必要があると思っています。そして、この点を加速させなきゃいけないというふうに思っています。で、その上で、ですけれども、まあ、実際に建物を建築するとなると設計書があって、基本設計があって実施設計があって、そして鋼材や資材の準備をして、そして建築をして、そして実際に建物の建築に着手して、そして内装をして展示するという工程っていうのがあって、その工程を考えると非常にやっぱり大変なというのは事実だと思ってますし、建築業界の皆さんが言う指摘を僕はこう思ったのだというふうに思っています。もちろんその進んでいるコミュニケーションが進んでいる国もあればそうじゃない国もある中で、全てが得たいことが難しいのであるならば、新たな選択肢っていうのを僕は早い段階でやっぱり提案して考えて、そして国ごとにその国がそのパビリオンを自分がパビリオンを通じて発信したいので発信できるような環境を整えていくということが重要だと思います。もちろんこれはパビリオンっていうのは外観も非常に重要で花とも言われています。56カ国全てが A タイプだったらいいと思いますけれども、現実問題なかなかそれが難しいというふうになってきたらどこかで判断しなきゃいけない時には、やはりその別 のパビリオンそのものについての躯体の部分については別の考え方というのを早い段階である程度していかなきゃいけない時期も来ていると思います。1970年万博を振り返ってみても、月の石なんかも非常にこう語り継がれてますけれど、結局展示の内容ですから、パビリオンの外観も重要だけれども、展示も非常に重要なので、パビリオンの今の中で、行って、パビリオン海外のパビリオンについても、その海外の国が自分の発信したい展示、あるいは発信したい社会課題の解決の方法、それが実現できるようなものをできるだけ日本の協会もそうですけども寄り添いながらパビリオンの建設に向けて進めていくべきだというふうに思っています。それから2025年4月に開幕をするということを当然この予定としてみんながそこに向けて動いてますから、この2025年4月を遅らせるつもりはないです。そこに向けて進めていくということになります。で、この開幕してもまだ出来上がってないパビリオンがあるというのはこれまでの万博の事例でもあるわけですけれども、まあ、それはできるだけそれ望ましくない状態ですので、できるだけ2025年4月にいろんなパビリオンが完成してスタートできるように、頑張って進めていきたいと思います。ありがとうございます。やっぱりどうしてもそのパビリオンを簡素化する中で、その万博の花でもあるパビリオン の簡素化ということで魅力の低減につながらないようにするために、どのようなサポートをしていきたいというふうに考えていらっしゃいますか。まず一定の躯体を協会で準備するとしても、その外観とか内装とかそういった展示、そういったものについてはその国が独自に発揮できるような17タイプを考えるべきだと思います。今は A タイプ、B タイプ、C タイプしかないんですけど、逆に A タイプと B タイプの間のようなものを作っている、そこでその国が発信したい、例えば外観だってその国がある程度こう、その躯体は準備したとしても、その外観をその国が外観や内装を自分の国で実施できて、そして展示なんかもその国が出したいものをできるだけ出せるような、そういったものを考えていって早めに提案するべきだと思います。つまり A タイプと B タイプの間のようなものを作って、そしてその大事なのはその国が発信したい中身ですので、その国が発信したい中身をできるだけ示せるような新たな選択肢をするだけ早めに示して、そして案内してもらうべきだと思います。A タイプに完全に固執してしまうと、建設事業者の皆さんが言っている通り、これ全くよ設計図も何も出てこない。で、海外の国はその国の労働基準やその国の建設のスピード基準とか許可基準でいくとすぐできるのに、なんで日本はこんなに時間がかかるんだっていうことになる、そこのギャップっていうのは国によって全然違うと思うんですけれど、
そこを埋めていくのは当然協会を含めて我々日本側の責任です。でも海外の国もそれぞれの思いがやっているので、そこの溝をこう今埋める作業を一生懸命していると思います。でもその中でやっぱり冷静に見極めて A タイプでできるところについてはやっぱり A タイプでやってもらいたいし、どうしてもそこが難しいのであれば早い段階で、その A タイプと B タイプの間のような新しい選択肢を早めに示して、その国が表現したい未来社会がそのパビリオンで展示できるようにしていくべきだと思います。B タイプのパビリオンもこれパビリオンですから、そして B タイプで出展する国も当然ありますので、ね、まあそういった観点からすると、時期をずらすつもりは全くないです。2025年4月ね。でその前提の中でできる選択肢で、そこを示していく必要があると思います。ありがとうございました。次のご質問は読みです読売新聞の三浦と申します。先ほどの教育の無償化の関係なんですけれども、負担がですね、これ以上増えないような制度設計をということだったんですが、これその現行の制度の中でいきますと、いわゆるその標準授業料、あとは経常費調整、この2点が実質的なところかなと思われるんですが、このあたりのお考えをもし改めてください。そうですね、標準授業料、そして経常費調整というのがあるわけですけれども、ここをどうするかというのはやはり考える必要があると。基本的な考え方として、今の制度よりこの完全無償化にしたときに私学の負担が増えないようにする、そこが重要だというふうに思っています。具体的に何か決まっているものがあるわけではありませんけれども、そこはそういった考え方で進めていきたいと思います。全体の構造、キャプテンを含めて全体の構造そのものを変えるつもりはないですけれども、そこの、標準授業料がこれまでも変わってきてますし、経常費調整もこれまでも変わってきている中で、そこを両立させるやり方というのを考えていきたいと思います。そうなりますと、実質的にですね、その2点の引き上げ、このあたりをお考えだということでよろしいでしょうか。何をどうするかというのはこれからありがとうございます。次ご質問は、よし、まだ最後に、横田さん、すいませんけど質問は手短にお願いします。はい、フリーの記者の横田はじめですけども、先ほどの万博の建設費1850億円なんですが、これ上振れするよ、これ以上増えるという報道も一部出てるんですが、これは認めないと、なんかやりくりして、その1850億に抑えるというお考えで、よろしいんでしょうか。確認です。今の博覧会協会、これは取りまとめているのは博覧会協会ですけど、博覧会協会において、非常に厳しい状況になってきているけども、今なんとかこの1850億円の枠内で、入っているというふうに聞いていますので、今そういう現状です。それより増やすことはないと。増やすべきでもないし、増やすこととか増やすべきというよりは、これは博覧会協会が進めていることですから、未来のことが当然分かりませんが、今現在はなんとかその1850億円の中で、ギリギリを下げているという状況です。予定地の夢島の危険性についてですね、防災の専門家である川田義明関西大学特命教授はですね、大阪日日新聞のインタビューの中で夢島は安全なのかと指摘しているんですが、例えば南海トラフ地震が万博開催時に、襲ってきた場合にですね、基礎工事もちゃんとしてないパビリオンが倒壊したりして莫大な甚大な被害が出る恐れのようなことは、想定されてないんでしょうか。夢島って海上にあるので何か低いところに立っているようにも思われるんですけれども、実は夢島含めた埋め立て地はですね、海上の高さが約 10メートルのところにあります。OP プラス 10ぐらいのところ、つまり非常に高いところに高い土台を作っているというのが今の夢島です。つまりこれは
大きな地震や津波対策を考えて高さを確保しているということになります。逆にこれは陸地側になりますけれども、これは0メートル地帯というのも陸地側の海岸沿いになると出てくる。つまり南海トラフ巨大地震との関係でいくと、そういった津波が来た時に実はリスクが高いのは夢島とかではなくて、内部の海岸沿いです。ですのでそこに対してこの10年前から大阪府市が一旦方向性をつけるようになってから、いわゆる2000億円以上のお金をかけながらですね、防潮堤の強化事業をして、ハード対策をしてきたところです。ですのでこの夢島が地震に弱いというものではないし、南海トラフ巨大地震が出てきた時にむしろ注意しなければならないのは内陸の人が住んでいるエリアです。軟弱地盤で、火事の IR のエリアは杭を打ってですね、ちゃんと基礎工事をすると。それに対して万博のエリアは基礎工事をしないで、半年間の仮設の建物プレハブみたいなものだと、軟弱地盤の豆腐のような上にプレハブのようなところをパビリオンを建てればですね、これ地震で液状化して倒壊するリスクも当然あるんじゃないですか。それをそういうところに何万人の人が来れば当然甚大な被害が出る恐れは十分あるとお考えにならないんでしょうか。建設許可基準というのがあって、これを大阪市で審査する、全く基準なくもの建物を建てるというものではありません。それからプレハブの話も出てるんですけど、プレハブってプレハブ小屋を想定される方が多いかもしれないんですが、プレハブ工法というのは非常にですね、今いろんなところで活用もされています。実際に航空的に使う建物でもプレハブ工法を使ってやったりして、なのでちょっとイメージと違うかもしれないから、プレハブ工法という言い方が使うべきかどうかというのがありますけれども、海外それぞれのパビリオンについては建設許可基準の中でそれをきちんと審査をしてやるということになります。当然安全性を配慮した建物として作っていくということです。そういう審査する人が御用学者や忖度する人ばっかりなんじゃないですか。だから川田義明教授は大阪日日新聞の中で危険性を指摘していると。きちんとしたものを言う専門家ちゃんと入ってるんですか、審査してるんですか。大阪市で建設許可基準がありますから、それに基づいて客観的に判断していくということです。御用学者ばっかりともちょっと意味がわからないんですけれども、それは横田さんの見解として受け止めていきます。最後にカジノの関係で、夢島カジノを止める府民の会が7つの付帯投票を実施しないまま実施協定を締結しないようにと、例えば双方向の住民対話を実施することも条件の一つに入っているんですが、これをクリアして7つの付帯条件をクリアして初めて実施協定の締結を結ぶというお考えでよろしいんでしょうか。実施協定の時期にかかわらず、この7つの条件については今後も長いスパンでしっかりと対応していきたいと思います。実施協定の前にやるべきだというお考えではないんですか。条件そのものがそういうものではありませんから、実施協定とは実施協定に関わらず、その夏の条件については長い視野を持って、そして多くの皆さんにご理解をいただけるように説明を尽くしながらアイデアについては進めていきたいと思います。要請書の中に万博の工事が遅れているので、当然カジノの IR 関係の工事同時に進められないから、当然カジノもさらに遅れるんじゃないかという指摘も疑問も含まれているんですが、これについてはどうお考え、どうご覧になっているんでしょうか。その要望書の指摘はそうかもしれませんけども、実態は IR は IR で進めているということになります。要請書は見られました。7月20日に出て担当部局の方には渡ってるんですが、じゃあその府の部局は見てます。僕自身は見ていません。そういう要望書というのは世の中いっぱいありますので、基本的に府として担当部局が見るということになっています。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。それではじゃあ教室寿司さん、最後にそうしたら手振り返りお願いします。すいません、万博の関連なんですけども、先ほどもA と B の折衷案といいますか、間のような検討すべきだというお話されてました。でこの間も石井総長含めてですね、協会側の対応というのも一定報告は受けていると思うんですけども、今回会見で言及されているような折衷案というのは、何かこう協会側がもうすでに各国とのやり取りの中で提案しているものの一つに入っているものなのか、それとは別に
知事独自といいますかの考えとして、まあ、教会に提案しているこういうことを各国に打診したらどうだというようなことをとして挙げた例なのか、どういうようなものなんでしょうか。今まですでに報道されているようなものを前提にしているということになります。なんか特に新たなというものではないです。僕自身の考え方としては、先ほど申し上げたように、もちろん A タイプで56カ国全てができればいいと思っていますけれども、どうしてもそれが難しいというところについては、新たな選択肢を早めに提案をして、そしてその国が万博において自分たちの素晴らしいパビリオン、自分たちの素晴らしい展示が実現できるような方策を示すべきだと、選択肢を示すべきだというのが僕自身の考え方です。これは2025年4月という時期を考えたときに、いろんな建設業界の声もあります。まあ、実際現場のやっぱ声も聞きながら、で実際に建物を作る、パビリオンを作るっていうのはそう簡単にはできないですから、時期っていうのはかかります。ここはトンカチ組の意見をよく聞きながら、2025年4月に間に合わせるように現場の建設業界の意見を聞きながら、このスケジュール管理をしっかりやっていく必要があると思います。それでは、記者会見を終了させていただきます。ありがとうございました。マイクの会社の了解していただきます。すみません、毎日新聞の藤川と申します。加藤のことになるんですけれども、本日大阪の人民の公募によって各種部長が決定をして発表するという流れになっておりまして、でうち5人にはその既存の支部長の方が再任されるという話が出ているんですけれども、大阪なので、自民党は維新にとって相対するパートナーに立っている部分があると思うんですけど、どのような受け止めをお持ちでしょうか。現職支部長の方の公募について、結局現職支部長5人全員が再任されていますので、特に目新しいものはないなというのが率直な印象です。刷新ということですから、大きくガラッと変わるのかなと思ったら、結局現職支部長は、一部選挙が変わった方なんですけど、現職支部長は全員再任されるということになりましたので、刷新されてないと思うんですけれども、されてないと思います。政治家を引退された佐藤さんは別ですけど、その方を除くと全員再任ですから、今まで通りかなというふうに思ってます。こういった形で、刷新あまりされていないイメージというふうにおっしゃってますけれども、選挙、衆議院選においては相手が決まるという形になったと思うんですけど、どのようなふうに維新としては戦ったということなんでしょうか。やっぱりその刷新もされてないということも自民党の強さなのかもしれないですけれども、やっぱり自民党っていうのは結局そのいろんな業界、もう各種業界団体から完全な支援を受けて選挙をやりますから、非常に強いです。実際政権与党ですし、維新がいくら頑張ってるって言ってもやっぱり国会に行くとまだまだ維新の少数です。自民党と比べるとそれだけ自民党は強い制度だと思ってます。大阪でも僕はそうだと思ってます。ですので、我々とすると、先ほどそういう感想を申し上げましたけれども、他党がどうということよりはやっぱり自党がどうするかということの方が大切だと思っています。先ほど感想聞かれたの感想を答えましたけれども、自分たちがどうするのかというのが一番大切だというふうに思っています。維新の会、やはり今日も質問出ましたけれども、教育の無償化、これはもうどこも、口では言ってもなかなかできないことなんですけど、そういった公約で約束したこと、そして次世代が頑張れるような社会、それを作っていくというのが維新の会の大きな目標ですから、その約束したことは実行する、そして着実に前まではなかなかうまくいかなかったことも財政改革なんかも含めて財政を立て直して、そしてインフラも含めた町の投資もして、大阪が元気になるように大阪も大阪市協力しながら進めて、現実のこの社会を変えていく、現実の大阪の状況を変えていく、そして次世代が頑張れるような投資もどんどんやっていく、この実績を積み上げていくことが重要だと思ってます。なので相手が誰かというのは実は問題じゃなくて、自分たちが相手だと、で自分たちを常に乗り越える、
今の自分、今の維新を常に乗り越える、まあ、そういったあの改革の積み上げ、小さなところも含めて、それが非常に重要です。選挙は結果ですから、それが不十分だったら結果は伴わないし、それがあの十分有権者の皆さんの期待に応えて次の世代に頑張れる社会を作っていけるというようなことをしっかりと方向性を示せれば結果を続けていく、つまり相手はあの維新の会自身、自分たち自身だというふうに思っています。自分たち自身がしっかりやらなければならない。もちろん選挙では1票1票どちらの政党にやるわけですけれども、あんまり相手がどうこうというべきじゃないし、逆にこう自分たちがしっかりと株と門を閉めてね、約束したこと、これは必ず実行するんだと、公約で掲げたこと、これは必ず実行するんだ、そして大阪を良くしていくんだ、そのスタンス、ここをぶれないようにしていくことが重要だと思います。ありがとうございます。あ、すみません、フィリーの岡田はじめですけれども、馬場代表の第二自民党発言の受け止めをお願いしたいんですが、マイナカードの問題でも自民党と足並み揃えてですね、まあ、自民党と第二自民党こと維新が賛成に回っちゃったりすると、これ、体制抑散会的なですね、権力側の暴走を食い止められないような、恐ろしい状況になるにもようにも感じるんですが、吉村さんの受け止めをお願いします。とにかく何でも批判反対、それでは物事は良くならないし、実際に改革を進めていって社会の問題を少しでも解決して未来を作っていく、ここが重要だと思っています。ロバ代表が言ったのは、改革政党として自民党と対立する、何でも反対者の立憲共産ではないという趣旨で第二自民党という言葉を使ったんだと思います。もちろん我々は自民党でもないし、自民党になるわけでもないし、それもみんな分かっている話なんで、日本語が理解できればそれは分かると思うんですけれども、まあ、その上で我々は改革政党として、これとにかく何でも反対批判、あるいは一定の思想に偏った姿勢で思想をやっていくという政党ではなく、現実責任野党として自民党とぶつかっていく、それが日本に良くなるものなんだという趣旨で言ったんだというふうに思っています。で、我々はそっちの方を目指していきます。マイナ保険証一本化でも、国民の民意の多く半分以上はですね、併用してほしいとか廃止の時期を遅らせてほしいという声があるにもかかわらず、維新第二自民党のような振る舞いをすると、これは権力の暴走になるんじゃないかという趣旨で聞いたんですが、そういう恐れはないということなんですか。権力が暴走しないように、しっかりこちらもまともな力を持ってぶつかっていくということだと思います。DX についても、僕は医療の DX っていうのはこれから必要だと思っています。医療というのは44兆円かかってくる、今かかってる、そしてこれからもどんどん高齢化社会が進む中で、医療費っていうのは右肩上がりに何もしなければなってくる。その中でやはり国民のビッグデータ、健康医療に関するビッグデータをうまく活用しながら、国民一人一人その人に合った健康を守るための情報をどんどん提供していく、あるいはこういった無駄な合理的じゃない医療があるんであれば、そういったものをビッグデータや AI で解析をして、きちんとより合理的な効果的な医療も実施をしていく、そうしていかないと国民皆保険自体が僕はもう将来持たなくなってくると思うし、国民の負担自体も大きくなってくると思います。そういった意味での医療 DX は重要だと思います。その視点をもっと明確にした改革を進めていくべきだと僕は思っています。そのメリットの一方でですね、デメリットが今、医療現場から悲鳴として上がっているわけじゃないですか。マイナ保険証を使ったらトラブルが増えてですね、かえって医療サービスが低下してしまったと、現場の負担が増えていると、そういう声を受けて一本化延期見直しを求める声が半数以上だと思うんですけど、そういう声を拾おうとしないわけですか、維新の場合は。そういう声もぶつかればいいし、そしてやっぱ医療の DX が必要だという声もぶつかればいい、そして我々は今を生きる我々だけじゃなくて、次世代にも、次世代の子どもたちにとっての責任ある政治もしていかなければならない、特に医療というのはどんどん上がっていくわけですから、何もしなければ、そういった意味では医療の DX を進めていくのは何が必要かという視点を維新はしっかりと持って、
そしてもちろん今の政府がやっているこのマイナ保険証のところでおかしなところはどんどんこの批判をしながら、でも大きな軸とすれば、それは何であるのか、医療の DX が何で必要なのか、そして最終的にそれが国民の健康、医療に近づくんだということの軸をしっかり持って論戦をしていくべきだと思っています。とにかく何でも反対批判、今一瞬のことだけのことを考える政治というのは、僕は逆に無責任な政治だと思っています。最後に松井橋本麻生氏、いわゆる口利きビジネス会社ではないかと言われた件で、この前事務所に行ったらまだプレートが貼ってあって、まあ、本当に辞めるのかちょっと疑問に思ったんですが、この会社についてはどう捉えられているんでしょうか。まあ、世話になった橋本さん、松井さんが会社作れば、そこからの依頼で口利きの案件が、舞い込んでくれば、これは配慮せざるを得ないというのが真理のように思えるんですが、維新の系列の、まあ、市町村長、大阪府も含めて、かなり影響力を持つ、ちょっと怪しげな会社になりうるんじゃないかという気がするんですが、どうご覧になっているんでしょうか。その民間会社を捕まえて、こういったこのフルオープンの記者会見の場で怪しげな会社って根拠なく、横田さんもあんまり言わない方がいいんじゃないかなと、もっと取材をされた方がいいんじゃないかなと思います。松本さん、松井さんがされている会社のことは僕は知らないし、何かここでどうこう言うのもありません。だけども何かこう、横田さんのその決めつけで、民間会社のなんかそういう言い方をするのはちょっと、もう少し取材をきちんとした上でされた方がいいと思いますよ。まあ、泉房穂さんも泉健太代表もいろんな各方面の方々がですね、疑問の声を上げてるんで、そういう表現をしたんですが、すいません、あとついでに最後に一言、泉房穂さんは子ども政策、子ども予算倍増で10年連続明石市は人口増を達成してますが、一方で大阪府はですね、同じように子ども政策評価される場合があるんですが、人口減になっていると、この違いは何だとお考えですか。全体として人口減少している中で、大阪市は人口が増えていっています。でもそれは全体としてやっぱ人口減少が進んできているので、この大きなところをどう取られて、この子どもたち未来のための対策、少子化政策をしていくことが重要だと思っています。もちろん明石市も素晴らしい政策もやっているし、我々も例えば明石市なんかでいくと、よく言われるのは給食の無償化、5つの無償化って言われてるんですけど、大阪市の場合は小中学校とも給食無償化やってますからね。270万として明石市やってます。じゃあ大阪府として人口が減ってるということで聞いてるんですよ。それから保育の無償化についても、横山市長は第1子から所得制限なく無償化すると、まあ本当に強烈な施策を横山市も大阪市もやっているところだと思います。で、僕自身が今日も議論出ましたけど、まあ、市町村ではなかなかできない高校の授業料、所得制限なく全員の子どもを対象にした授業料完全無償化をやるということを公約に掲げて、今日も議論もありました。それを進めているところです。子どもたちの方向いた政策については進めていきたいと思います。それと、全体として人口が減少している中で、あんまりこの都市間の取り合いというよりは、全体としてこの人口問題をどう取り組むかは本当に僕は大切だと思っています。明石だって、やっぱり明石に住むけど神戸に働いて行ってる方もいらっしゃるわけで、じゃあ神戸という市がなかったら明石は本当にそこは人口増えたかどうかも、やっぱり全体 の経済都市とか、そういった全体の都市構造が決まっていくので、単体で何かこう全てが決まるというのはちょっと違うんじゃないかな。僕は政策否定するわけじゃないんですけれども、それやった方が僕は絶対いいと思うし、応援もしてるし、僕たち自身もやっぱりやっていってるし、だけれどもそういったことを、都市間の取り合いっていうのはあんまり僕は違うなと思ってて、本来であれば国全体で
やるべきことがたくさんあるけどそれができてないなというのが実際のところです。実際それができてないと結局は日本全体として人口減少するわけですから、いくら赤石市が増える、大阪市が増えるといったところで全体として減っていきます。で、大阪府についても大阪府が増えても周りの周辺市がどんどん減っていくと、近畿圏でじゃ全体として減っていく、日本全体として減っていく、できるだけそうならないようにしていくということを考えたときには、やっぱりもっと広い視点の施策っていうのが重要だと思ってます。高校授業の完全無償化も今大阪府がやってますけど、僕は本来国でやってもらいたいと思ってるんです。例えば、高校の授業料無償化、大阪の子どもたちが他府県に通う子どもたちもいるので、他府県の学校でも手を挙げればそれに入るような制度設計も進めています。じゃあその他府県にいる子どもたちは無償化があるのかというと、それはないと、その県でやってないからね。これはもう県の政策である以上、府県の政策である以上、どうしてもそれはやむを得ないことになってしまうんだけれども、でもその県がやればもちろん一番いいけども、やっぱりなかなか高校授業料完全無償化って本気でやろうと思ったら9時言うのは簡単だけど、むちゃくちゃ難しいから、そんな簡単にはできない。だから全国どこも、東京も含めてどこもできてないわけです。そう考えていったら、本来は国で高校なんていうのはみんな 97% 進学するわけですから、通信制限で 99% 進学するわけですから、そう考えたら国の施策として高校授業料の完全無償化とか少子化対策っていうのはやるべきだというふうに思っています。なので都市間同士の人口の取り合いというよりは、都市間同士が一生懸命努力して頑張るのも当たり前だし、その都市でしかできないことをやるのも重要だし、重要だけども、やっぱりもっと国としてこの次世代に投資をする、そういったことに本気で取り組んでほしいなと思います。でここは今の自民党政治じゃなかなかできないんだろうなと思ってますので、維新が変わらなければというふうに思っています。東京都通信の丸田といいます。無償化に関連してなんですが、公務で伺うべき部分もちょっと重なるかもしれないんですけども、選挙公約としてですね、掲げていて、で選挙で勝たれてですね、で今回9月議会での提出というのを視野にもろもろ調整しておると思うんですけども、今日の維新の府議団から の要望とのやり取りの中でも、府議団としては先日の団体側との会合が公式な設定としては初めてだったというようなお話もあって、で中学団体側からもですね、もう少しこう丁寧な議論であったりとかですね、早めの協議というのを求めるような声が上がってます。その大阪維新の候補者として掲げた政策として、今こうしてこう双方がやり取りが確認になっているとは思うんですけども、もう少しこうおっしゃったようにですね、こう口で言うのは簡単だけど難しい政策という意味も踏まえて、時間をかけて、あるいは前々の段階から市学団体側と協議をしてというようなことは必要だったかというのは、今としてはどのようにお考えでしょうか。これ選挙で公約で掲げて、で選挙が終わって、今3ヶ月ぐらいですか、3ヶ月でここまで来ているところを、メディアの皆さんがどう評価するかだと思います。これだけ、日本でもどこもできてない、高校の授業料の完全無償化、所得制限が全員が対象っていうこの制度、これを進めていく、これは僕は任期中に当然こうやってですからやりきります。でだけども他の政党とかで公約で掲げていることっていうのを本気でどこまでやってるかっていうのをもっと皆さん突っ込まなきゃダメなんじゃないですかね。その質問でもこの3ヶ月で今初めて話したじゃないかっていうけれども、その公約、4年、任期の4年の中で本当にこの政党ってどこまで自民も民主も共産も他の政党もどこまでその政策実現してるのっていうのは、言ったこと本当にどこまでやってんのっていうのはね、
維新はよく聞かれるんだけど、他の政党に対しては緩いですよね。それだけでも維新が期待されていると僕は受け止めて、前向きで、もともとポジティブシンキングですから、前向きに、こいつらはやるんだろうなと思ってるから、そういうふうに聞かれているというふうに思いで、今、受け答えし、しますけれども、これは当然、それだけ大きな改革ですから、僕の任期中に必ずやりきりたいと思います。そして、これは次世代の子どもたちのためにやりきりたいと思います。またその教育の現場である皆さん、特に私学の皆さんの意見、非常に重要ですから、聞いていきます。で実際にさまざまなご意見も今まで伺っています。そういったことの意見もお聞きしながら、より良い教育、そして教育の質を、下げずに、教育の質を、私学の皆さんの教育の質をしっかりと担保しながら、確保しながら、授業料の完全無償化、全員を対象にする無償化ということを任期中にやりきりたいと思います。言っている通り、最初素案を出して、まずは8月中に成案化させます。8月中に成案化させて、そして2回の議論を経て、そして来年の4月からはまずは高校3年生からの対象にしていきたい。この趣旨制度に賛同していただける私学については高校3年生から対象にしていきます。公立の成績ももちろんそうです。公立でも所得制限もありますから、それも全部外します。来年は高校3年生からで、段階的に2年生、1年生、この、そして令和8年ですね、4月にはこの制度が完成するように、すべての、1年生の入学時期の子どもたちが、そこから対象になるように、このスケジュール感でもすでに素案で出してますけれども、進めていきます。これは、これだけの大改革ですから、4年の自分の任期の中に必ずやりたい。そして当然私学の皆さんの団体の皆さんの意見を聞いて、8月中にまずはその制約化を図って進めて、いきます。これまで皆さんからも随分批判もされて、そして私学団体の皆さんからも当然厳しいご意見もいただいてますけれども、それもやっぱりプロセスだと思ってまして、より良いものを作るためのプロセスだというふうに思ってます。8月中に制約化するというふうに申し上げている通りですから、もちろん仕事の皆さんも、やっぱり趣旨には賛成だというのは言ってくださりますので、だけども改善してほしいという声が、改善すべきだという声もあるので、しっかりと改善もしながら、だけれども、やっぱりこういう制度で進めていくという芯の部分、そこはしっかりと、この地位として、国民の皆さんに約束したことを、これを実行していくということになると思います。もちろんこれは、私学がこの制度に参加するかどうかは自由ですから、特に今大阪府外についてはこの制度全くありませんので、この制度趣旨に賛同していただける学校から入っていただくということになると思います。数は少ないところから始まるかもしれませんし、それはなかなかまだ分からないけれども、だけれどもその手を挙げてもらえる私学についてはその制度趣旨に賛同していただける私学については、対象にしていきたいと思います。でもその上でどうしてもこれ入らないという私学は当然あるわけで、今大阪でもすでに2校、今の制度でも入ってない私学があるわけですから、その学校をあえてこれ選択するという大阪の子どもたちは当然少数であったとしてもいるわけで、それも当然この制度から来るものだというふうに思っています。その子どもたちも対象だけれども、あえてそっちを選ぶということであれば、それは一定数の判断かなというふうに思いますけれども、まずはやっぱり96校、大阪府内の私学の皆さんのさまざまな声も言って、ご意見は頂戴もしましたので、そこを踏まえて進めていきたい。そして今までもこれからもいろんな議論あると思いますけど、それはプロセスであって、しっかりとしたプロセスも踏みながら、ね、約束したことは実行する、ここはもうぶれずに進めたいと。僕がありましたら約束したことが知らんぷりになっているところを、皆さんすごい緩いのに、維新だけは偉いこの厳しいなと言っていつも見てるんですけど、自民党もそういや民主党も議員定数削減って約束してたのに、できるのに全然やってないじゃないですか、この間ずっと。で維新が約束して議員定数の削減やったらそんなに意味があるのかと皆さん言うけど、でも約束を守らない、公約を守らないことを
是とするって僕はありえないと思うんですけどね。それこそさっきの横田さんの話じゃないけれども、公約を守らない政党に対しては思想信条関係なく、やっぱりガンガンやっぱりメディアの皆さんが突き上げていかないといけないじゃないかなと、僕らは突き上げられる側だと思いますけどね。やっぱ民主社会において、でも少なくとも一生懸命約束したことを守ろうとしてるんだけど、昔あの役所ってどこ行ったんかなと、議員定数削減なんか必要ないという、180度手のひら返してもそれが許されるっておかしいなと思いながら、ただ、自分たちが約束したことは実行していこうという思いで、とりわけ僕は自分が知事として選挙公約に掲げたことを必ず実行して